はい、じゃあパート27やりますか。もう終わりが近いな。終わってしまう。クリスティ商会はスマイリー・ニキータグループの傘下に入りました。今後ともよろしく。ニキータ商会へようこそ。取締役のクリスティです。世の中複雑だわ。ということで、傘下に入っちゃったみたいですね。はい。じゃあ今回は、難度レベルに応じて起きるイベントっていうのがあるんですけど、まあそれをやろうと。で、まあせっかくなんでこの辺でランドメイクシステムの説明をちょっとしておきましょうか。はい。ではランドメイクシステムについて割と詳しめに説明してみようと思います。聖剣 LOM ではイベントをクリアしてアーティファクトを手に入れて、ワールドに入手したアーティファクトを使ってランドを配置していくという流れがあり、これがランドメイクシステムと呼ばれるものでした。このランドを受ける条件というものが3つありまして、まずすでに出現しているランドの周囲にしか置くことができないというものですね。これは結構感覚的に分かりやすいと思うんですけど、ただそれについても少し条件があって、そのランドのロック解除イベントをクリアしていないとそのランドの周囲に置くことができないという制限もあります。これはちょっと忘れがちなんですけども、置いたランドで発生する重要なイベントをクリアしておかないとその周囲に新しいランドは置くことができないよという制限ですね。最後にランドに応じて配置できる地形の制限があるというものがあって、マップのマスにはそれぞれ地形がありまして、海、海岸、平地、山の4種類があります。ほとんどのランドが平地に置くことが可能ですので、ワールドを選ぶときは平地が多い場所を選ぶのがいいでしょうね。例外として海賊船バルドが海の上のみ配置可能で、ポルボタとマドラ海岸が海岸にのみ配置可能となっています。では実際にランドを置くと何が起こるのかということなんですけども、一番重要なのがマナレベルへの干渉法則というものですね。各ランドにはマナレベルがあるというのは随分前に説明したと思うんですけれども、新しく置いたランドには周囲からのマナレベルが干渉してきます。例えばこのランド A を新しく配置すると、周囲のランドのマナレベルを合計したものの半分の数値がランド A には加算されるわけです。そのためランド A にはこのようにマナレベルが加算されました。さらに置いたランドがあらかじめ持っているマナレベルの数値がその周囲のランドに加算されるんですね。例えばこのランド A はもともと金レベル2、土レベル1でしたので、その隣り合うランドには金レベル2ずつ加算、土レベルは1ずつ加算されていきます。マナレベルの上限は3なので、それ以上上がる場合は単純に切り捨てられます。次に新しくランド B をここに配置すると、同様に周りのランドの現在のマナレベルが干渉していくと、これの繰り返しでどん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 各ランドのマナレベルを上げていくわけですね。ではこのマナレベルは何に影響するのかということなんですけども、具体的には5項目ありまして、特に重要なのが1と2ですね。ではまず特定のイベントの発生条件について、マナレベルが一定レベル以上でのみ発生するイベントがあります。全てのイベントを一周でこなしたい場合はここを注意する必要がありますね。具体的にはドミナの街、ドゥマ砂漠の2つのランドのマナレベルを一定レベル以上になるように配置しなければなりません。そして2つ目はアジン種のペットが出現するというものです。それぞれのランドのマナレベルが一定以上だとアジン種という特別なペットがマップ上に出現するようになります。まあ、でこれをペットにすることができると、これは本編の中でまあすぐに紹介したいと思ってますので、ここでは割愛します。まあ、マナレベルに関してはこんなところでしょうか。そしてさらにランドにはランドレベルと呼ばれるものがあります。ランドレベルはマナレベルほど複雑なものではなくて、単純にマイホームからの距離とランドの設置順によって決定されます。新しいランドを置いた場合、マイホームからそのランドへの最短距離で何マスで到達できるのかというのを計測して、このランド A の場合1、2、3、4マスで到達できると、次にそのランドが何番目に設置されたかを計算します。このランド A は7番目に設置されたので7となり、これを合算するとランドレベルは11になります。
難度レベルは何に影響するのかですが、主に2つあって、まずは敵のレベル。これは難度が遠ければ遠いほど、後に出せば出すほど敵が強くなるという仕組みを実現するためにこうなってるんですね。難度レベルが高いほど敵が強くなると。ただノーフューチャーモードだと全員レベル99でカンストなので、あんまり意味はないですね。次に店に並ぶ商品が変わるというもので、難度レベルが高いほどいい商品が並ぶと。後になればなるほどお店にいい商品を置いてくれるようになるということですね。さて、ランドメイクシステムについてはこれで大体説明しました。これらを想定しつつ、パズルのように自分のワールドを構築していくのが聖剣リョウエムの一つの醍醐味ですね。では今回のプレイでの自分のランドメイク方針を簡単に説明してみたいと思うんですけども、まず全てのイベントペットを最終的に出せるようにランドのマナレベルを調節しています。そしてなるべく多くの種類の商品がお店に並ぶようにランドレベルを調節しました。最後に縛りプレイの都合上、なるべく早くウルカン鉱山が出せるように調節しました。まあ、これは武器を早く作りたかったからというものですけども、こんな感じでランドメイクはランドで発生するイベント、さらにそのイベントで入手できるアーティファクト、マナレベルの調整などなど、本当にパズルみたいに構築していかないといけないので、実はかなりの時間をかけてこの今のプレイのワールドは構築をしました。というところでランドメイクシステムの説明を終わりにしたいと思います。それではまた。よしだね、弱虫サハギン、お前なんかあっちへ行け。デポいてて、てぽババさんですか。詳しかったらすげえことをかませデポようようかませよ、よしデポ。それじゃあ離陸、キーマを倒すデポよ。ほう、お前がデポか。そうデポ。あのキーもギッタギタにして丸めてポイするデポ。デーポポ。そんな笑い方するんだ。お前がギッタギタにされて帰ってくるのを楽しみに待っててやるデポさ。性格悪いな。デポ。困ったデポ。ハーポ。どうしてポックンはいらない。ことばっかり言うデポな。震える砂デポ。どうした、クソデカため息ついてたけど聞こえてたぞ。話しかけないという選択肢もあるんだからな。すいません、嘘です。急になんデポか。ポックン、君と話してる場合じゃないんデポ。だってあのキーマデポよ。ポックン、あの強いやつに勝てるはずないって。君がどこ見てさ、レベル1やぞ。そうデポ、頼みたいことがあるデポよ。もう弱虫は嫌デポ。お願い、っぽキーマを倒すっぽ。一緒に、はい。まあ自分でやれと言いたいところですが、倒しましょうぽ。キーマの動く自信がこっちの方からするでぽ。行くか。じゃあお前についていくよ。サハギンってさ、砂漠で大丈夫なんかな。そういや水の生き物だけど。こっちの方からキーマの自信を感じるでぽ。こっちの方からキーマの自信を感じるでぽ。こっちの方からキーマの自信を感じるでぽ。こっちの方からね、ね、で、ポー。お、来たか、キーマ。こっちの方からね、で、ポー。お前も戦うんだろう。出た。おお。聖剣伝説レジェンドマナ超ざっくりご紹介キーマ編。こいつ完全に舐めてたんですけど、結構強かったです。こんな強かったかな。強いデポ。じゃあ
ったと。こんなやつだったんだ。キーマはね、お、うわ、浮いてる。あ、こいつめんどくさいかもしれん。よ、いやー、こいつ強いぞ。うわー、強い。怖い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 。うわー、広いなー。いやー、マジ？うわー、ちょっと待って。おい。もう。え？めちゃくちゃ強いじゃん。いや、来た。あー、嘘、バカ。いやー、バカー、バカかー、まあ、ただ今のでいけるな絶対。完全にジョルトだこいつは。ほい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 、タイミングだもんな。ドーン。はい、強かったー。テイク何もしてないじゃん、お前寝てるだけか。いや強かったマジで、普通に強かったんだけど。テイク起きなさい。見よう切るな、お前寝てただろう。平たい種、トゲトゲの種、寝てただけじゃん、あいつ。ありがとうデポ。やっぱりポックン一人じゃ全然ダメだったデポン。あー、分かってるんだ。ポックン、君のように強くなるために頑張ってみるデポ。おお、いい心がけだ。うーん、違うデポ、頑張ってみるんじゃなくて頑張るんデポ。そうデポ、さっきキーマが落としたものを譲ってほしいデポ。ハートが弱々になった時に勇気が出そうな気がするんデポね。まあ確かにね、戦利品だから。これでよかった。今すごい選択しちゃった。そう思うことがな、気難しい上司かマジ。デポポ、大切にするデポよ。それじゃあ元気デポ。あ、元気でまであれだね。ポックンをバカにしたデポポなレッジ。でもこれノリに乗って書いてるな、このテキストが作った人。今度は自分で何とかするデポ。勇気をくれた君に負けないためにデポ。うん、いい心がけだ。フレール砂終わりで、デュマ砂漠に行くと、まあ、こんな感じで仲間にできるんですよね。あ、シュウさんデポ来たよ。来たデポよ。一緒に冒険をしたいデポ。よし行こう。おお、かわいいかわいい。連れてくるデポ。テイク、お前はもう俺たちの仲間デポだから一緒に生活するデポよ。さあこっちに来るデポ。さあさあさあ
ここに入るでぽ。さあ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 。さあさあ、この奥に美味しい種があるでぽよ。無言で無言で小屋に入っていくな。実はね、テイクって NPC じゃなくてペット扱いなので餌とかあげるんです。それでいいのかお前テイク。あ、じゃあ放牧してやるよ。苦しいデポ出して、デポやっと外が見れる。日の光久しぶりデポ。テイクどうだ、この俺の牧場は。撫でる撫でる手いく。お前何をされたんだこの牧場で。言葉まで失っちまったのか。グリフィスみたいに、グリフィスみたいにされちまって、いやーとんでもないバッドエンドだな。砂嵐、かなり元気よかったな今日は。砂嵐。砂漠でお友達発見、一緒に冒険、キーマを発見、戦って倒して、めでたしめでたし、今日も血塗られた僕の日記の1ページ。あれもしかしてキーマお友達だった、サボテンか。確かに、あれサボテンか。いやサボテンじゃないよな、パパサボテンかもしれん。怖っ、血の涙を流してたかもしれない、サボテンくんが。聞いてる間。まあ、さっきのテイクが特殊なわけじゃなくてですね、通常モンスターのペットっていうのはヒナから孵化して、ああいうペット牧場に放り込むわけなんですけども、ランドのマナレベルが特定のレベルになると出てくる、アジンっていうね、アジン種っていうペットがいまして、まあ、それ一個ずつちょっとせっかくなんで紹介してみましょうか。俺様はちょっとファディールで一番の弓の名手だ。ほう。俺様を一緒に連れていくように出張をする。いやいいです。でこのロアにもいるんですね、このコブリンがね。オイラグリデイスグリデイス、パリピがいる。とっても邪悪なゴブリンなのでいいす。あなたと一緒に冒険がしたいのでいいす。邪悪を極めるのでいいす。お前なんかしないよ。邪悪を極めるな。で、ノルン山脈の入り口にいますね。サザエさんのエンディングみたいなやつがいますけど。こいつですね。俺の名はマンボ。真実のサバイバー。俺を仲間にしないか。真実のサバイバーってどういうこと？いましたね。薄い本がはかどるという噂の。ライヤ。私、ライヤ。あなたってネトネトしてて、とってもいい感じよ。私を仲間にしてくださらない？俺の牧場に入るか。すまん、今はいっぱいなんだ、うちの牧場だが、俺の部屋は空いてるけど、部屋でよければ。おお、でかい、いますね、でか。おいらはペトラッキー、ケイブマンであります。ワニ、ワニだったの。あ、そう、ワニじゃないよなお前。おいらは仲間にする。ワニ、なんか随分ヤンキーみたいな。この上目遣いは相当なもんだぞ。覚悟入ってんね。しません、ワニー。オイラの、んオイラじゃねえな、オイラって言いそうだったからこいつ。私の名前はダヤンダック隊長であります。勇者に使えるのが私の使命。私を仲間としてお迎えくださるようお願い申し上げます。嫌です。まあ、これで全部ですかね、ペットはね。じゃあ次行きますか。もう宝石泥棒編以外ではほとんど終わっちゃいましたね、イベントが。
ほぼ全部と言ってもいいと思いますね。次で来ました、ボンボヤジの研究室ってのがあるんですね。わしはボンボヤジじゃ。ここのゴミはアーティファクトクリーチャーと言ってじゃな、昔は戦争で戦ってたじゃんと説明しましたね。わしここのガラクタ集めてゴーレム作ったことがあるのじゃが、逃げられたじゃん。今もどっかであいつが悪さしてると思うと心が痛むのじゃ。わし割とナイーブなのじゃ。あ、これかな。わしのゴーレムパプロフ君言うんじゃけどね、彼をね何とかしていただけるとね、わし非常に嬉しい。じゃあ何とかしてやるよ。おお、ありがたいじゃ、感謝しまくりじゃ。キャラ付けが濃いな。ボンボヤジの研究室、こいつね、屁をこくんですよ。さっきちょっと隠れちゃってたけど、見せてくれ、屁をこく、へこきシーンを見せてくれ、へこきシーンを、あー、へこきシーンを見せてくれ。あー、ドミノの町に占いの姉さんがいるらしいが、占ってもらうのもいいかもしれんじゃの。ちょっと待って、へこきシーンは、ちょっとへこきシーン、へをこいてくれ。わかった、わかったよ、リセットするよ。きた、これはバッチリへこきシーン取れるでしょ。おいおい、こくねー、へをさこいてんねー、へをおりてのあれ、桃、うーん、これは湖の近くで運命の出会いです。いやーん、ロマンチックかもしんない、ありがとう。じゃあ湖ですね、湖の近くでって言ったけど、あ、湖だな。うーい、やってきたぞい。おっ、いるじゃないか、パブロフくん。ふふふふふ。パブロフ。お、めっちゃあるじゃん。いる。俺はボンボヤジの元を離れ、ここで独自の研究をしてる。ほう。ゴーレム軍団を作って愚かな生き物どもを抹殺するために。研究してるのか、お前。見せてもらおうじゃないか。研究が足りなかったようだな。研究不足のようだな。どうやら。俺はこんなことをされるために生きてきたわけがないね。パブロフ。世の中にはバグというものがある。そのバグをついた攻撃だ。それを次は研究してくるんだ。わかりました。肩こいて、めちゃくちゃ強いじゃないか。強いな。ロボ死ぬ、死ぬってなんだ、あれいるじゃん。世界を征服しようなんて100年早いんじゃ。まずはバグを直せ。お、キャラ付けやめてください。うわー、飛んでいく。なんなんこいつ、マジ改造しちゃるわ。めちゃくちゃだよ、このキャラ。へはこくわ。おい、おい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 、めちゃくちゃだよ、もう。ボンボヤジの研究室終わり。これでゴーレムが作れるようになるんですね。へこきでプー、へこきでプー、ふこきでへ。ボンボヤジって人のガラクタが逃げていなくなったものを捕まえたらしい。ガラクタが逃げるってのがなんだかよくわからない。そろそろ壊れてる。誰が？俺？いや、壊れてはない。むしろ最初の頃の方が壊れてた。今は安定してます。